なでしこ版タイガーファンディング令和の裏。なでしこ版タイガーファンディング志願者大募集してます。起業したい女性、事業を大きくしたい女性、ご応募ください。詳しくは概要欄から。皆様の挑戦をお待ちしています。なでしこ版タイガーファンディング令和の裏です。今日は佐々木さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張しましたよね。めちゃくちゃ緊張しました。マジしてましたね。恥ずかしいです。もう放送が恥ずかしいです。今日はちょっと感想どうでした？そうですね、やっぱ緊張してあんまりこううまく伝えられなかったっていうのが大きいです。緊張しすぎたね。はい、人人人って言ってたんですけどね。飲んで飲んで飲んでって言ってたんですけどね。息吐きすぎて吸えてなかった。吸えてなかった。人を全部吐き出してたからひたすら吐いてましたけど。でもあそこ緊張しますよ。いや、まあするでしょうけど、今までの中でもおもろいぐらい緊張してました。いや、ちょっと人が変わってたんで、私も最初とどうしようと思ったんだけど、この子宮調整師のことは結構言えたけど、はい、あのどうやってサロンがうまくいってるとか、はいはい、多分全然アピールできてないですよね。はい、一番大事なそうですよね。はい、なんでまあちょっとその辺をね、はい、ちょっと言えたらよかったなって感じなんですけど、はい、細井先生も今日司会初めてやっていただきましたが、はい、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？いやいやいや、もうあの子供たちの話も分かんないです。多分みんなも男勝りすぎでしょ。普通の女子はね、これすごいみたいな、そんなんで楽なんで行きたいみたいな言うと思ったら、なんかそれビジネスあるんですか？やべえ、ヤンキーんじゃんと思って。普通ああいうリアクションなんないですよね。もうちょっと温かいというか、さすがやり手を。温かくなかった。最後、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいで、こいつら悪いやつやな。なんなんこれみたいな。え、でもまさかのね、エミリさんは。悪いか分かんないですよ、正直。確かに私も結構エビデンス重視するので人に勧められないっていうのはあるんですけど、はい、話して気持ち的にリラックスしたとか、はい、じゃないと妊活っていう言葉がそもそもないと思うので、はい、そういった精神的な面っていうのでは需要は少なくともあるんじゃないかっていうのを信じたいなって、はい、ありがとうございます。いや、ありますよ。医療はさ、逆に残酷すぎますからね。だってあなたもう、ね、妊娠可能性かなり低いですよって最初言われちゃうから、だからそれよりはね、ちょっと話聞いてあげる方がなんかね、欲しいですよね。まあすでにあの利益100万出てますし、はい、ビジネスモデルとしても成り立ってるんで、はい、今1年、はい、もうすぐ1年、もうすぐ1年、はい、なんで多分今までのなでしこ版の志願者の中でも一番実績がある。10月だけ爆儲けしてるのこれ何なんですか？あの私がもう見れなくなっちゃうので、う値上げオファーをしたらみんな買ってくれて。でも確かに爆儲けだね、はい、だこれだとだからワンマンになっちゃうもんね。そうなんです、うん、そうなんです。で一時的なそういうのはいけるんですけど、私がやってももう意味がないので、うん、はい、本家にもね挑戦できるぐらいのレベルを持たれてる方かなと思うんですけど、はい、まあ、正直ちょっとあんまり伝わらなかったかなって思うんで、まあ、そのあたりをねちょっとお店とかね行かせていただいて、はい、実際ちょっと体験させていただいて。なんで横浜なんですか？めちゃくちゃ甘い考えなんですけど、みなとみらいに事務所を出したいっていうのが一つ夢があって。本当に甘い。女子ってこういうとこ俺さ、もうわけわかんないのよね。なんなんこの女子のこれ。なんでだろうね。なんでよね。みなとみらいが好きなの？海とかは好きです、すっごく。うん、みたいな、こういう汚い街じゃなくて。ね、エミリーが幅利かせてる。やべえ街。新宿の2店舗の方がいいんじゃないですか？あ、ね、あれね。行きやすいからね。そうそう、新宿渋谷って作ったっていいわけじゃないですか。ちょっとなんか、基本、贈呈のルールはスタッフが行き来できるところで作るのがルールです、はい、基本は。本当に横浜でいいのっていうところも考えてもいいかもしれないですね、はい、うん、その場所って大事だし、うん、結局先生につくもんだから、うん、なんかあんまりあれだよね、経営能力なさそうだからないです。多分フランチャイズとかで誰かに任せた方がいいよね、はい、自分でプレイヤーとしては能力高そうだけど、はい、なんか他店舗展開とかあんま向いてなさそうな、うん、駅近がいいですもん、本当にパッと行けて思いそうですけど違うのかな。でも確かにエミリーの言うことは正しいか。でもまだ家に来てほしいより良くないですか？私は家に来てくれるならいいかも。うん、私も通いますよ、ちゃんと。もともともちゃんとね。多分でもみんなそれは OL さんでも思うと思うんですよね、やっぱり。通いやすいが、うん、結局通い続けられるので。まあでもね、次経営者にならないといけないですからね。え、プレイヤーとしてもうちょっと有名になるとか。TikTok で超踊っちゃうとか。
先生みたいにめちゃめちゃズバズバ言うとか。でも先生だってこれだけ経営されながら毎日施術されてますよ、ね、いや毎日インフルエンサーやってますよね。でもやってますよ、見てます。結局物量っすからね最後はね、はい、楽しようっていう考え方はやめた方がいいですよね、はい、例えばフランチャイズってちょっと楽しよう感が入るんですよやっぱり、うん、直営とフランチャイズだとやっぱ重みは違ってくるから、うん、そこをどう捉えるか、直営向きのような気もするけど ね、 そうですね、うん、なんかビジョンが薄まりそうな感じしますね、うんうんうん、はい、経営の部分をね、はい、もうちょっと固めてやっていけたらいいんじゃないかと思うんで、一回体験させてもらおうかなと思いますんで、今後のね佐々木さんの動きもぜひ皆さん注目してくれると嬉しいです。ではなでしこ版タイガーファンディング令和の裏でした。